それでは本日はタービンを取り付けていただいたお客様と試乗に行ってまいります。松尾が松尾は動画を撮っております。行ってまいります。こう下からトルクがついてくると気持ちいいですよね。そうですね。もう全然なんか回転落としても問題がないっていうのがいいですね。これってスペックス並みのトルクなんでしょうか。トルクに関して言うとですね、はい、ノーマルタービンでスペック2プロの方がまあ大きいでしょうね。大きいんですよ。でスペック2と比較するとタービンの方がちょっと上回ってるとは思います。いや、そのスペック2並み の、はい、そのトルクを殺さずに上の方でトルクが太るようにそうですねできますかって言ったら速攻でできますって言われたんで、はい、まあ基本的にそこは犠牲にならないところになります、はいはい、どうしてもタービン自体が大きくなると下の、まあ、回転のレスポンスは低くなるっていうことですね。どうしてもこう形状からいくとなってしまいがちなんですけど、全然下から乗りにくくないので、まあ、ほとんど街中運転っていうのが皆さん基本になられるので。そうですね。で結構早い段階からタービンの件はいろいろ聞いてたんですよ、はい、社長の。だからで、もう9ヶ月ぐらい前ですか、GT タービンの5個のキャンペーンがあったじゃないですか、はい、ありましたね、はい、あの時もものすごく心入れたんですけどだけどその時まだその休憩が決まってなかったので、まあ、ちょっとあの時は我慢したんですけどね。でそしたらちょうどその巨大な箱が届いたっていう、はい、あれを見て、動画ですね。そうですそうです。であれを見て200個って聞いて、はい、あ200個頼むんだったら絶対特注タービンやなと思ったので、はい、で当然その辺のノウハウが反映されてる、はい、タービンだろうかなっていうことでもう速攻できるタービン、はい、ありがとうございますね。まあ当社はこうそれに対してのデータを作れるっていうところも強みなので。そうですね、はい、まあ、物はいくらでも作れると思うんですけど、まあ、データは最終的に私たちがどれだけ時間をかけたかっていうところになってきますんでですね。やっぱ JB の方にもって思いましたけど、データってやっぱ作る人のセンスがやっぱりそうですね、うん、すごくあるので、はい、でここから左でインカーに入ってまいります、はい、ということで今高速道路にですね試乗ということで乗っていきます。でしたけど、どうですか踏んでみて。いや、やっぱり伸びは違いますね。かなり特に上の方はやっぱりだいぶ太ったような感じは、はい、してます。中間位置からアクセル入れていった時ってどんな感じですか。うん、いや、やっぱりなんだろう、早く反応するというか、はい、うん、あ、確かに、はい、スペック1と比較するとどんな感じですか。やっぱりトルクが太くなってるんで車が前に進む感じはかなりやっぱり強くなりますね、はい。ある程度やっぱ速度域が出てきてそこから踏み込むと、はい、タービンの恩恵って非常に分かりやすいですね。そうですね。1400のターボとは思えないです。なんだろう、実質速く走れる車ですね、はい、全域があるので。ありがとうございます。体感だけ速いっていうのは結構下がスカスカだと結構あるんですけどね。なるほどですね。2サイクルみたいな、はい、だったらちょっと回ってれば踏めば出るっていう横に多分乗ったのは初めてなんですけど、はい、タービン入れてるやつですね。体感加速結構すごいですね。あ、はい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 、背中が押し付けられる感じが。スペックはでも速かったんですけどね、実際に速さは十分だなと思ってたんですけど、やっぱりこうもう一歩先を見てみたい的な。そうですね。楽しいバイクみたいや。上りでぐーっと加速していくのはすごいですね。そうですね、うん、気持ちいいですね。まず笑っちゃいますよね。笑いますね。
じ。いや、これは楽しいわ。ありがとうございます。で、いいですか。はい、かなり広川さん降りて行きたいと思います。まあ、うちの社員はあの走ってる人間多いので、はいはいはい、はい、比較的あれですけど、いやいや、だからそうなんですよ、はい、信用もできるし、そのあたりの話も、ね、できるから、右折になります。はい、右ですね。はい、だからやっぱりこうちゃんと、なんだろうな、その初心者の質問から、はい、結構な、ね、マニアの質問までちゃんとしっかりこう答えられるショップっていうところで、まだまだ信頼性が高いですよね。勉強していかないといけないことは本当にいっぱいありますけど、まあ、でもあの、まあ、内容知識はちょっとまあ様々ありますけど、あのみんな車が好きなので、うちの社員はですね、ですね、そこだけは誇れる、うん、それとあと松尾さんのあの熱ですね。そうですね、ちょっと暑すぎるぐらい暑いんでですね、絶対社員の方かわいそうと思うぐらい。あんなに暑かったら今の動画の使いどころかもしれないですね。そうですか。本当にこう最初にいろんな話をさせていただいた時に、はい、やっぱこうちゃんとこう松尾社長以下こうリーダーシップが取れてる会社だなってやっぱり思ったので、社長があんだけ踏ん張って頑張ってたらもう下は本当にサボれないから、はい、本当にかわいそうやなって思いながら。そうなんです。今一番動画のピークのところだったね。 ありがとうございます。突然のご協力です。ご無理を言いました。ありがとうございます。乗っていただいていかがだったでしょうか。早いですね。もう早い。ありがとうございます。今回あのスペック1からの、はい、バージョンアップというか、まあ、はい、コンピューターのみならずタービンまで、はい、変わってという形でしたけれども、その変化というのはスペック1でも十分早かったんですよね。で、速さには全く不満がなかったんですけど、やっぱりちょっともうちょっともう一歩先を見てみたいというのがあって、で今回変えたんですけど、やっぱり一回り全域で一回りで、しかも低域はもっと大きくなっているので、はい、扱いやすいから実質速く走れる。ありがとうございます。はい、という感想を続いていただきます。ありがとうございます。はい。はい。使いやすい。で速い。車が前に進む。気持ちがいいって。まあ、まずはあの、第1本目の、はい、ね、タービンが出来上がっているでのですね、あのインプレッション動画、ちょっと今日ご協力いただいたわけなんですけど、はい。ありがとうございます。また、あとサンプリング取った後、データなんかもお渡しするのもございますし、はい、あと、ちょっとパワーグラフなんかもですね、それを先に見せちゃうとちょっと先入観がありつつちょっと乗っていただく形になりますので、あえてちょっとお見せしてない中でお乗りいただく中で、今からそのあたりのちょっとデータをですね、はい、お客様にちょっとお見せしながら、はい、ご説明したいと思っております。パワーグラフも使いながらご説明を。サンプリングのデータですね、はい、なかなかお客様といったデータを見ることはないと思うんですけど、はい、これスズキの SDT でログを取っていきながらですね、はいはい、こう回転数に対して、こう吸気の間圧内 の圧力ですね、はい、で、まあ、最高の、まあ、下級圧っていったのが、まあ、帯域が1気圧ありますので、はいはい、で100キロ引くと、まあ、1.21 ですね、はいはい、でこれはまたダイナバックの計測とかでですね、ちょっと変わってきたりしますので、はいはい、オーバーシュートするタイミングとか、はいはい、負荷がかかってる、まあ、機械が調整的にこう負荷をかけて、でそこからこうドーンってこう回す、はいはい、まあ、時の負荷の、状態とか、はい、あとはその時の、気温とかによってですね、はい、またこうあたりちょっと変わってきますので、はい、まあ、これは参考としてですね、はい、ちょっと私と申すので、はい、でまた公開はしてないんですけども、はい、今回データに関してはまあ、ノーマルのエアクリーナーとですね、はい、あとは、まあ、ちょっとむき出しって言いますかですね、はいはいはい、吸気効率がいいタイプのですね、はい、エアクリーナーをちょっと2つに大きく分けて、はい、データをちょっと仕上げてます。あ、はい、であとちょっと耐久性が気になるお客様に関してはですね、はい、またそういったデータもご準備させていただいて、まあ、3つのデータでちょっとスタートしようと、はい、思っておりますので、はい、まずいろんなお客様からですね、感想を聞かせていただいて、はいはい、まあ、私ともまた今後ですね、つなげていければ嬉しいなと思っております。はい、よかったです。はい、もう本当に楽しかったです。楽しかったです。ちょっと。高速道路に乗ったので、また中間から高回転域にちょっとこう踏んでいく瞬間っていうのを何回かこう体験が、どうしても街中だとこう回転を落としていることが多いので、ゆっく
ぐーっと下から立ち上げてみてますね。早いですけどね。早いです。ありがとうございます。はい。まあ、一息どうぞ。はい、話ばっかりになっちゃいましたけど、はい、またぜひちょっといろんな声をですね、いただきながら、はいはい、今回はこういった形で、はいはい、評価いただいておりますので、それぞれご協力ありがとうございました。ありがとうございます。